リックオアトリート、お菓子くれなきゃいたずらですよ。うん、どうしよう、カリオストロお菓子持ってないからいたずらされちゃう。おい、なんか言えよ。やれやれ、ハロウィンだろうとなんだろうとカリオストロはいつも通りだな。でもどう反応していいのか困っちゃうの、ちょっとわかります。しかし驚いた、こんな変わったお祭りのある島も空にはあるんだな。聖者だけじゃなく死者も一緒に楽しむお祭りなんて、まるで故郷を見ているみたいだ。もともとこのハロウィンというお祭りには迷子のジャックを慰める意味もありますから、お化けも生きている人もそれ以外もみんな一緒になって毎年お祭り騒ぎなんですよ。この時期にはあの世の扉が開き、幽霊たちが遊びに来るか。なんだか私にうってつけのお祭りだな。ふん、昔から祭りなんてのにはいろいろ混じり込むもんだ。だから細かいことを気にするのは野暮ってもんだ。祭りの大原則なんざ今も昔もたった一つ、おのおの祭りを楽しむことだな。あ、そうだろう、よろずや。その通りです。団長さんたちも存分に楽しんでいってくださいね。楽しむことか、そうだな。このお祭りなら私もいろいろなことを置いて楽しめそうだ。私たちも楽しみましょうね。私もこのお祭りのお化けならあんまり怖くないです。カリオストロちゃんもいっぱいいっぱいハロウィンを楽しんじゃうぞ。こりゃオイラたちも出遅れるわけにはいかねえぜ。